おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もポケットモンスターブリリアントダイヤモンドやってくよ。前回の続きから、銀河団のアジトに攻め込むとこからだぜ。早速根絶やしにしてくれよう。潜入開始。ではサクサクっと落としてきます。え、もう落としたの？いや、なんか鍵を手に入れただけだった。アジトの本命はこっちってことね。さっきのは倉庫か。お邪魔しまーす。その鍵でここが開くと。ガバガバのセキュリティよ。セコム入っとけセコムに。さてお宝はどこかな？目的変わりましたか。あ、いたぞ赤木が。すべて同じ鍵で共有しているとは。セコム入っとけセコムに。ボスー、明かし方下手くそか。いやまあそうだとは思ってたけど、いきなり名前ボスで。確かにもう少し話の流れの中で教えて欲しかったぜ。潰しに来たぞビッグボス。それ心情。そうか、君が報告にあった。銀河団に逆らっているポケモントレーナーか。どうもどうも。こんな子供とは思わなかった。銀河団の幹部たちが手こずらされたと聞いていたのでね。オタクの社員みんなクソ弱かったぞ。ビッグボスはどうかな？挑発すんな。あとそれ心情。ここに来た理由はわかる。エムリット、アブノム、ユクシーの3匹のポケモンのことだろう。あのポケモンたちはもう必要ない。君が引き取ってくれるなら処分する手間が省ける。え、くれるの？いいの？多分怒るとこ。さすがは北海道のスーパースター。自由にしたまえ。だがその前に、銀河団に立てつく君の力、見せてもらいたい。いいでしょう。ではカットで。ちょいちょい、銀河団のボス戦だぜ。さすがにここカットはいかがなものかと。じゃあ最近の辰徳がどんな戦いをしてるか見ますか。たまにはいいと思います。BGM がボス感あるな。ビッグボス感あるな。無理しないでいいよ。それではマリサさんからの提案。久しぶりにカットなしで緊迫した戦闘をお楽しみください。負けるな辰徳少年。これがカットしていた理由だ。どうもすみませんでした。こんな一方的な戦いをどう実況しろと。ほんとすみませんでした。なるほど、強い。お前が弱すぎんだバーカ。そしてその力の源はポケモンへの優しさというわけだ。もったいない、そんなものはまやかしだ。見えないものは揺らぎ消えてしまうものなのだ。あ、わかる。嘘つけや。死んでしまえばなくなるものだ。だから私は全ての感情を殺した。まあいい、君とは分かり合えないだろう。ただ一人で来た君のその強さと勇気を認め、これを進呈しよう。マスターボールだと。一生ついていきます。落とされた辰徳少年。まさかマスターボールを銀河団からもらえるとは。これ使いどころ迷うよな。そのマスターボールはどんなポケモンでも捕まえる究極のモンスターボール。別名アルティメットボール。初耳ですけど。だがこの私には必要ない。必要だろ、こんだけボコボコにされて。何言ってんだこいつ。君たちトレーナーのようにポケモンをパートナーとはしない。他の銀河団のようにポケモンを道具にもしない。私はポケモンの力を私自身の力とする。え、ポケモンと融合するつもりか。なんかエグい話になってきた。湖のポケモンたちを助けるならこの先のワークパネルに乗るがいい。では私は天山山に向かおう。行ってらっしゃいませ。そう、君と初めて出会った場所。
そこから頂上に登り、すべてを終わらせる。いや、すべてを始めよう。さすがは銀河団のビッグボスだ。次どこへ向かえばいいのかすべて教えてくれた。さて、赤ギッチはどんなエロサイト覗いてるかな。彼はすべての感情を殺している。宇宙の始まりは大爆発から。大昔の神王も何かしらの爆発により生まれたと推測する。もちろんそれはポケモンの力であり、神と言われ伝えられる神話のポケモンであろう。宇宙ものでした。神を捕まえるのではなく、神の力を手に入れる。やっぱ赤ギッチは融合するつもりなんだ。ポケモンと融合して赤ギだけになるつもりなんだ。どんなタイプかな。神話のポケモン。神王を生み出したとされるその伝説の力。ボールで捉えたところで、ポケモンの力は自在に発揮できない。融合するしかねえよな。だが赤い鎖を持てば、神話のポケモンを繋ぎ止め、自在に操れる。赤い鎖？別に融合とかそういうことじゃないらしいな。操るって書いてあるし。なるほどな。何かわかった？重要なのはシンクロ率か。融合させたがってるねー。その赤い鎖とは何ぞや。わかるように説明してみろや。赤い鎖。三つの湖のポケモンと天山山のポケモンは、どこかで結びついている。これはカンナギタウンの壁画のことだな。この中央に光るものってのが、天山山のポケモン、リアル画だ。三匹のポケモンを捕らえることで、天山山のポケモンを抑えていた力は消える。そもそも悪いポケモンってこと？どうなんでしょう。さらに湖のポケモンたちから結晶を取り出し、それで赤い鎖を作れば、神話のポケモンすら呼び出し、思いのままに操れるだろう。融合するってことか。違います。とにかく3匹のポケモンを引き取りましょう。なんか怪しい部屋にたどり着いたぜ。銀河団を手伝っていたが、今回の実験は、おいおいおい、まさかこれって。あ、よかった。3匹のポケモンの脳みそ的なやつかと思った。さすがにそんな描写はしないだろ。作り出されたあれって赤い鎖のことかな。多分そうだろうな。さて3匹はここかな。いましたいました。よかった、原型を保ってる。この黄色いのがユクシーか。他の2匹も気になるけど、この髪型の方が気になってしまう。カズヤは元気にしてるか。この人平八じゃないんで。お前、ポケモンを助けるためにわざわざここまで？いつものことながらボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。お前らより強いから自由にさせるしかねえだろが。何言ってんのこいつは。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河団なりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもある。自分でリベンジって言っちゃってるよ。一応負けたって認識はあるらしいな。なぜそんな表情ができるのか。弱い、そして惨めだな。くぅ、なぜお前はそんなに強い。お前が弱いからだ。まあいい、この3匹はお前が好きにしろ。このマシンのボタンを押せば自由にしてやれる。これ絶対罠だろ。怪しすぎるぜ。罠だよなー。青いのがアグノム、黄色いのがユクシー、そして赤いのがエムリット。急にどうしたの。お別れ告げてきた。覚悟決めるの早かったですね。押すぞ。罠って分かってて押すんだからね。早く押せよ。あれ、罠じゃないんかい。意外といいやつっぽい。ボスは3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天山山で何かを繋ぎ止めるために必要なものらしい。もっともボスが天山山で何をするつもりなのか私も知らないがな。3匹はどこに消えたのか。答えは天山山にあるか。山登りめんどくせえな。もうやめちまえ。はい、頂上に到着。はしょったねー。皆さん集まってますね。
銀河団と最後のバトルの予感がプンプンしてるぜ。あとディアルガとの初対面な。これからすごいことが起きるらしい。え、そうなの？ディアルガはすごいことだぞ、霊夢くん。邪魔をするなと言っても邪魔をするのだろう？だから我々は二人がかりでお前をやっつけることにする。ここに来て雑魚戦かい。はい、お疲れー。我々では叶わない。通してやるからこの奥でコテンパンにやられるがいい。なんかいろいろ調べたくなるけど。まあ行きますか。今すべてが終わり、そしてすべてが始まる。何当たり前のこと言ってんだ。この赤い鎖を使い、異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え。時間を操る神話のポケモン、ディアルガよ。とうとうパッケージのあの人と会えるぞ。人じゃなくてポケモンな。で、出たー。さすがの迫力だぜ。これで全てが破壊される。世界の破壊が目的か、なんてベタなんだ銀河団。全てがなくなり、争いもなくなる。この歪んでいく時間、私にしか止められない。これが神王を生み出した、神話に残っているポケモン。その名もディアルガだ。時間の化身、ディアルガ、先に言わないであげて。今の世界を、私が望む。究極の世界にするより、新しい世界を作り出す。そして私はその世界での神となる。やはりポケモンはこのくらいベタでなくてはな。それ褒め言葉だよね。面白くなってきたぞ。あ、自分で動かすのね。そんなに急がないで、ボスと戦いたい気持ち。なんとなくわかるけど。先に私が相手させてもらうわ。幼虫の女王。あなたには今まで散々コケにされてきたしね。その次は私。いや、まずさん負ける体で進めないで。あなた強いかもしれないけど、私たちも本気出すよ。めんどくさいからまとめてかかってきてほしい。おっとー。まさかの信号の登場だぜ。これは少年心をわしづかむ熱い展開だ。きっと高津はどん底から這い上がってきた。強くなってるぞ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始めるな。ふん、誰かと思えば。H子で泣いてた男の子じゃない。ちょっとは強くなったの？いいわ、2対2で戦いましょ。背中は預けたぞ高津。熱い、熱いぜこの展開。登れ7号。どんまいだ高津。今とどめ刺したのお前だよな。違いますけど。無理無理。俺たちのチーム力を舐めるなよー。ほぼ信号の活躍ゼロだったな。へぇ、俺のポケモン強いだろ。確かに強いな。すごい棒読み。俺も強くなれるんだよ。だが油断するな。本番はここからだぞ。とっとと赤城も倒してやりますか。とはいえ、今はこれが限界かな。辰則、これ使ってやる。回復してくれたな。いや限界が近いなら自分のポケモン回復しろよ。珍しくと正論。おい辰則、あとは任せるからな。まったくしょうがねえやつだ。私の戦いぶりをしっかり見てやがれ。帰ったな。そうですね。おお、ディアルガ、これは。なんだなんだ。素晴らしい、美しい。なんだそりゃ。
まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。なんだ？あ、黄色いの。赤いのも。青いのまで。名前はもう全部忘れたみたいです。無事だったんだな。赤い鎖が消えた。もともとこの3匹の結晶から作ったって言ってたからな。というかこの3匹逃がしたらこうなるの予想できるだろ。なんて爪が甘いんだ赤ギッチ。赤いのどうした？エムリットな。なんじゃい、なんか伝えたがってた？面白いな。冷静に言うなよ。これが全ての感情を殺した表情だぞ。やべえ、超面白い。赤い鎖が、崩れなくなってしまった。それになぜ？シンジコのポケモン、エムリットがお前のそばに現れる。そういうことか。地元機械とすぐ仲良くなるもんな。飲み会か。近所の有名な変なおじさんとか最近あった事件の話で大盛り上がりよ。とりあえず治安悪そう。いやそれよりもだ。銀河が消えただと。許さん。あの三匹、もう一度トライ赤い鎖を作り出してやる。これぞ二度でま。その前に、お前を叩きのめそう。十数分前のこと忘れたのかな。ライブカットしてますからね。BGM は強キャラ感すごいんだけどな。超弱かったわ。こうなっちゃいますか。お前にとって本当の究極とは何だ？本当に光り輝く大切なものを知ってるのか？知っている。そして私はそれをすでに持っている。それは一体何でしょうか？マスターボールだ。やっちゃったな赤木。まあいい。私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。こいつマジでさっきから何言ってんの？まあまあ。二人きりになっちゃったね。ここでまさかの恋愛スイッチ発動。あ、みんな来たぜ。高津は帰ったけどな。おお、時間の神、リアルガガ。時間の神。そういえば白帯の銅像に時間がどうこう書いてあったな。怒っているのか、悲しんでいるのか。ただ私には辰徳を待っているように見える。このジジイ全責任をこっちになすりつけやがった。何を試そうというのか。行け辰徳。行け、じゃねえよ、リアルガと向き合うのだ。簡単に言ってくれる。そして心の声を聞け。その思いを確かめろ。そうすれば赤い鎖で無理やり呼び出され、力を使わされたディアルガの暴走も止まる。なんだかそう思えるのだ。なんだかそう思えるで命をかけろと。ジジイの勘を信じろと。辰徳くん、さっき慎吾くんに会ったよ。あいつなんで帰ったの？辰徳くんのこと信じてるって。さっきまでは私も信じてたけどな。あいつなら大丈夫だからって。私も同じよ。だからあのポケモン助けて、銀河団に無理やり呼び出され、あんなに苦しんでいるポケモンを。みんな勝手すぎません。それはちょっと思う。